演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録ファミリーマートの白玉とわらび餅のぜんざいきなこムースを食べたいと思います。この下にきなこ餅とか、きなこ餅じゃないわ、きなこムースとかつぶあんとかいろいろ入ってるんです。でもぜんざいって言われるのはちょっと水っぽ、水シャバシャバ感がないですね。まあそれがない方がいいんでしょうけど、これは気になりますね。ではでは、まずこのきな粉たっぷりのわらび餅から、ちょっと怖いなこれ。いただきます。この気分は文句なし、だけどきな粉が少なし。わらび餅と白玉の食感はとってもよく、あんこも甘くて美味しいんですが、きな粉がちょっと香ばしさ足りなかったかなという気がしましたね。特にムース部分の食感があっても味があまりなくて、もうちょっときな粉の香ばしさを感じたかったな、兄弟にいるんだからと思えた部分があるのは残念でした。その他の部分は非常に美味しかったので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。